メジナは、スズキメ、イスズミカに分類される魚の一種。東アジアの温暖な旋回に分布する海水魚である。体は黒に青が混ざったような色をしており、人気釣り魚の一種である。釣り人の間では、食用や磯釣りの対象魚として人気が高い。磯竿と呼ばれる範疇の釣り竿は、本種を釣ることを目的として作られるほどである。地方名として釧路、ロ、クチコや 近い、塚や、黒や、口太、クレ、ブレ、黒あい、黒、暮れ魚、黒、質を、黒目イなどもある。黒鯛と似た地方名が使われることもあるので注意を要する。制魚は全長6 0センチメートル以上に達するが、よく漁獲されるのは4 0センチメートルほどまでである。体は黒鯛などに似てよく側平たし、体高が高い。体色は青緑色を帯びた灰色で、 腹部は銀色だが、死ぬと、青緑色が薄れ黒みが強くなる。頭部は前方に向けて、丸みを帯び、口先は、黒台ほどには前に突き出ない。顎には小さく柔らかい櫛状の歯がある。メジナ2018.9、11歯先、進行同族種の黒メジナとは、災害の縁が黒くないこと、鱗の付け根に黒縁があること、尾ひれ末端の切れ込みが、 ごく浅いことで区別する。同じく同族の沖縄めジナとは、上唇が薄いことはかな、若菜に黄色の横帯がないことで区別する。近縁の椅子積みも似ているが、こちらは黄色っぽい細い縦てが多数ある。北海道南部から台湾までの沿岸域に分布するが、琉球列島では稀である。生魚は外海に面した浅い海の岩礁地帯に生息する。 食性は雑食性で、夏は主に甲殻類、誤解などの小動物を捕食するが、冬は主に海藻を食べ、季節に応じた食性の変化が見られる。釣りの餌として、静岡地方ではみかんを利用することもある。産卵期は2から6月で、稚魚は岩礁海岸のタイドプールや流れも周辺で見られる。釣りや低地網などの沿岸漁業で漁獲される。夏は、未外側採が 冬は主に海藻を食べるためクサさ,さが薄れ、シュンとされる。ただし、磯釣りで、沖ミ類が薪絵として大量に使われるようになり、食性が変化したのか、クサさ,さがなくなったとも言われる。魚屋やスーパーマーケット等の鮮魚売り場で売られる黒目鯛は、メジナのことである。イケシめし、一晩チルド熟成した、メジナ刺身冬の新鮮なメジナは、癖がなく淡白な白身で、 刺身、叩き、カルパッチョ、焼き魚、最強漬け、煮付け、唐揚げ、鍋料理など様々な調理ができる。日本産メジナ属ジャーラは、メジナの他に2種が知られる。和歌山県白浜町ジーソにて釣りへ、ウィキメディアコモンズには、メジナ属に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。